どうも、柳と申します。今回は、京都散策のおすすめモデルコース、清水寺からテクテク散策編を紹介したいと思います。季節もすっかり秋になり、過ごしやすい気候になりました。今回紹介するコースは結構歩くことになるんですけれども、せっかくの過ごしやすい季節ですので、ちょっと京都で散策したいという方がもしいましたら、参考にしてくだされば嬉しいです。それでは参りましょう。今回紹介するモデルコースを上から簡単に説明するとこんな感じになります。まず最初は清水寺から始まります。清水寺を拝観した後は、テクテクと歩いていき、丸山公園や八坂神社を散策しましょう。八坂神社を拝観した後にテクテクと歩いていくと、出てくるのは静かに佇む古川町商店街という商店街です。商店街を抜けた後は、鴨川に降り、ぐんぐんと北の方へ歩いていきます。そうして最後に現れるのは鴨川デルタ。鴨川デルタで座って京都の自然を感じましょう。ということで、まず最初は清水寺です。清水寺へは京都駅からだと D1 か D2 のバス停から出発するバスに乗れば行けます。また他の場所から行くという方は清水道というバス停を目的地に乗ってみてください。その清水道というバス停から続く坂道をずんずんと登っていくと見えてくるのは清水寺の仁王門です。清水寺の観光に関しましてはこちらの動画で紹介しておりますので、行く前にぜひ見てくれると嬉しいです。清水寺の拝観が終わった後は丸山公園という公園を目指して歩きましょう。ただ清水寺は坂の上の方にあるので、ここまでで結構疲れたという方も多いかと思います。向かう途中には様々な喫茶店がありますので、休憩してから向かうのも良いかもしれません。そんな休憩どころのおすすめにはこちら、抹茶館に行ってみるのはどうでしょうか。甘味どころとして有名な抹茶館、河原町というところにある抹茶館の本店は並んでいてなかなか入ることができないのですが、こちらの近くにある抹茶館清水三姉坂店は別、意外と空いていて店内もおしゃれですので、休憩するのにも甘味を味わうのにもおすすめです。ぜひ行ってみてください。さあ、抹茶館で甘いものを食べた後は丸山公園を目指して歩きましょう。近くには高大寺というお寺もありますので、そちらに寄り道するのもおすすめです。そんなこんなで歩いてきた丸山公園では、四季折々の京都の自然を感じることができます。丸山公園の中心付近にある庭園は国指定の名勝に選ばれており、大正の初めに策定されたという歴史ある日本庭園は、季節ごとの景色を楽しめる丸山公園の魅力が詰まっています。その日本庭園の奥には坂道があり、道沿いに流れる小川は静かな水音を感じられる癒しスポットです。また奥に進むほど観光客がまばらになりますので、穴場感もあり、余裕があれば色々と公園内を散策してみるのがおすすめかなと思います。その丸山公園からまた少し歩くと八坂神社という神社に行くことができます。祇園さんの愛称で親しまれるこの八坂神社では、スサノオノミコトをはじめとするたくさんの神様を祀っています。この八坂神社は平安京に都が移された794年よりも前からスサノオノミコトを祀っていたと言われる歴史ある神社です。観光地としてとても人気なところですので、歴史パワーを感じるためにも八坂神社で参拝しておきましょう。八坂神社を出て北の方へ歩いていくと、千音院というお寺の前を通り、白川という川沿いを歩くことになります。もちろん千音院に立ち寄るのもおすすめです。今回のモデルコースでは、白川沿いを歩いていった先にある古川町商店街という商店街を紹介します。以前チルスポットの動画で取り上げたことがあるので、こちらも見てほしいなと思うんですけれども、昔は京の東の台所と呼ばれていたこの商店街は、通ったら昔にタイムスリップしたかのような、そんな雰囲気が味わえます。普段生きることに疲れてしまっているであろう心をここで回復させましょう。古川町商店街は南の方から入り、北の方へ出た後は三条大橋を渡って鴨川に降りましょう。結構歩いて疲れたという方も大丈夫です。ここには京阪という電車が通っており、京阪の三条駅から出町柳駅に行くことによって、最終目的地である鴨川デルタまで電車で行くこともできます。ですが体力がまだ残っている方は、ぜひ鴨川を歩いてみてほしいなと思います。三条大橋の近くの鴨川では、何かの楽器で音楽を奏でていたり、その音楽に身を任せて盛り上がっている人が多いです。そんなガヤガヤと陽気な雰囲気を味わった後、鴨川沿いを北の方へ歩いていくと、自転車の練習をしている親子、よさこいを練習している大学生、ゲートボールを楽しむお年寄りの方々などなど、たくさんの人がそれぞれの休日を堪能している風景を見ることができます。そうやっていろんな人を見ながらテクテク歩いたり、ベンチで一休みすると心が洗われていく感覚を味わうことができます。ちなみに柳がこの前ここを歩いていた時は、虹が出てきていて、すごくいい風景を味わうことができました。さあ、鴨川をずんずんと北の方へ歩いていったら見えてきますのは鴨川デルタです。鴨川デルタには亀石
という浅瀬の川から出てきている石の上を渡って鴨川を横断することもできますし、そもそも浅瀬なのでタオルなどの準備をして入ってみてもいいかと思います。デルタに座って京都の自然を感じることができたら、今回のモデルコースは終了となります。近くには下鴨神社という世界遺産の神社もありますし、この場所の近くには出町柳という場所があるんですけれども、その界隈の飲食店に行って一日を締めくくるのも良いかと思います。ぜひ散策してみてくださいね。ということで今回は京都散策モデルコース清水寺から割とたくさん歩くぞ編を紹介しました。今回紹介したモデルコースの近くには紹介しきれなかった様々な観光地がありますので、目的に合わせてアレンジしても良いかなと思います。個人的にはガーってたくさんの観光地に行くのも良いかと思うんですけれども、たくさん行ってしまうと情報量が多くてよくわからなくなってしまうかなというふうに感じたので、今回はこんな感じの散策メインのモデルコースを紹介しました。京都に住んでるとか京都に観光しに行こうと思ってる、そういう方の参考になれば嬉しいです。ということで今回はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは京都に関する様々な魅力を発信しておりますので、ぜひ興味のある方はチャンネル登録してくだされば励みにもなり嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。